こんにちは香水です今日のお話は彼女がいいいいるる男性ととと付き合える方法ううお話をしていこうと思います、えー、彼女がねいる男性を好きになってしまってですねその相手と何とかしたいというパターンのお話はこれまであまりしてなかったような気がするので今回ちょっとしてみようかなと思いました。 彼女がいる男性に、まあ、アプローチしていく際にですねうまくいかない最大の要因は大体ががね、まず気持ちでで負けている場合が多いんですよ。これはいろんな関係性によっても変わるので具体的に言った方がいいかなっていうふうに思ったので、まあ、例えを出しますと、まあ、例えば彼は彼女がいるのにあなたとも会ってくれてるとしますよね。 でこ、今回のちょっとお話は初期パターンの初期段階の話にちょっと限定したいと思います。なのでまあ、会って遅くれてるんだけどその2人はまだ何もない状態であなたも彼に彼女がいるのを知っているし彼も彼女がいるよって公言した上であなたと数回まあそうですね5回ぐらいにしましょうか5回会っていると。 いう関係性だとしますで、こういった場合ねうまくいく,いく可能性っていうのを私は大いにあるというふうに思うんですよねなぜそう思うかというと彼女がいた上であなたと会ってるということはですよまあ、この状態で考えられることとしては 彼はその彼女で満たされてない部分や、あるいはその彼女では不満足に思ってる点がある可能性があると思うんですよ。もちろん人によっては、まあ、ただの浮気症でね、もう誰かれなくね <laughs>、そうしてる人も中にはいると思います。だから一概には言えないんだけれども、まあ、ただですね、まあ私いろんな恋愛相談乗ってて思うのは、 本当の根っからの浮気症みたいなもう女好き好き好きみたいなとにかく女が好きみたいなそういう人ってま確かにいるんだけどでも全体的な割合で言ったらそんなに多くないと感じるんですよなので、まあ、多くの方はおそらくさっき言った何がしかの彼女に対しての不満がある場合が多いなと思います で、まあ、なんか、大抵の場合は、今付き合ってる彼女では、まあ、好きなんだけど、なんか、ちょっと足りてないとこがあったりとか、なんか満たされてないっていうところがあったりとか、なんか、そういう、まあ、ちょっと刺激が欲しいみたいな、なんか、そういうので、何かを欲している場合が多いんですね。あなたとわざわざ会うことで、何かを得たいとか、そういう不足を満たしたいっていうのがあったりすると思うんですよ。 私はそこに可能性を感じるんですね。でも、多くの女性は彼女がいるという現実を重く受け止めすぎて、それをなんか絶対のものという風に判断して見ていたりするんですよ。安定しているものという風うに勝手に想像していて、でもう気持ちで負けちゃってるんですよ。でも彼は彼女がいるから私なんてみたいな感じでね。で、彼女はあの絶対的なこう。 勝利の立ち位置みたいなで自分はなんか枠外の外みたいな感じに勝手にあなたが感じてるの勝手にねそれは現実ではないのにその勝手に感じるその思考が敗北の原因になることが本当に多いんですよこのパターンもう本その考え方がそうじゃなかったらうまくいったのにっていうパターンねでこういう場合の考え方のコツは現実を,を 感感情とか劣等感現実の現実から感情や劣等感を差し引いて見ていくことが大事だと思うんですよ。例えばまあその彼女は圧倒的なねあなたから見て圧倒的な彼女という位置づけにねいてそこは安定してて絶対枠みたいに見えてるで自分はなんかその枠の外にいるみたいな風に思ってしまうのってそう思ってしまうものって それはその要因はあなたの自己価値の低さだったりとかあなたから出る劣等感が生み出した妄想でしかないってことなんですよ。わかりますこれ。これに気づいてほしいんですね。あなたが勝手にそう判断してるだけよ。でも実際は違うかもしれないんですよ。実際は2人が会っててもなんか喧嘩してたりとかする場合だってあるしなんか喧嘩までいかないけどなんか言いたいこと言えてない関係だったりとかねいろいろあるわけ。 でそのあなたのその劣等感とか自己価値の低さっていうのは別にもうあってもいいんだけどでもそれはあくまでもあなたの事情であって現実とは別ってこと別だっていうことに気づいた方がいいっていう話をしてるんですよ。じゃあ実際はどうか現実はどうかという点で見ていくあなたのその妄想はちょっと置いといたとしてねそうすると現実,に現実的には彼はね彼女が いてもあなたと5回2人で会ってるわけこれが現実でしょでしかももしこれでね相手からも誘ってきてくれてるそれで会ってる時があるとするならばなおさらこれって可能性があるっていうふうに判断できません現実だけを見た時にあなたの妄想はいいから私なんて選ばれないそ,のそんな妄想いらないからちょっとちょっと置いとくそれと別に考えた方がいい。 それあってもいいけどね自分の中に私なんか無理かもそれ思っちゃうからそれあってもいいけどちょっと置いといて現実はどうって見た時に現実はでも5回あってるよねっていう話なんですよ。でねまあこれでうまくいく方法っていうのはどうなっていくかっていうと、まあ、ぶっちゃけて言うとねえっ、ー、とまあそうですね言い方悪いけども うん、付け入るる隙があるんですよ要はせっかくつけ入る隙があるのにねなのにそこにねわざわざあなたの妄想の近い行方の感情を入れたり自分の勝手なイメージを入れると入れて関わるとねその現実自体をあなたが歪めて動かしてしまうことになるんですね。 きっと彼にとって彼女は1番で私は2番以下なんだろうなとか彼女と会ってる時はきっと楽し,楽しそうにしてるんだろうな仲良くしてるんだろうなとかそういうね実際に見てもいないことをあれこれ妄想しているその思考は現実じゃないってこと実際はもしかしたらですよ会うたんびにねなんか口論になってるかもしれへんやんそういうカップル多いよ あのいつも同じとこで喧嘩してたりとかね大体なんかぶつかるところ一緒だったりとかなんか付き合ってはいるけどなんかこの部分だけはちょっと合わないとかあるいはお互いなんか言いたいこと言い合えてない関係も多いよねそういう場合だってあるわけ。でね まあ、そこをちゃんと見ていけるかどうかっていうこの自分の妄想とは別に現実はどうかっていう見方ができるかどうかでこの彼女がいる人との恋愛がうまくいくかどうか変わってくると言ってもいいと思います。でううまくいいかないだろう とか私なんて選んでもらえないんだろうとかそういう思考の人って多いんですけどそれ思うのはいいんですよ思っちゃうからだけどそ,れそこに意識を強く向けるとその通りになっちゃうんですね現実ってそういう風に作られていくんですよなぜかというとあなたがそう信じているからで人生っていうのは信じた通りに動くようになってるんですねこれ何もスピリチュアルなことだけ言ってるわけじゃなくって、うん、と潜在意識ってそういう働きをするんですよ 自分がこうなるって信じた通りに無意識に行動するように <laughs> ごめんなさい人間ってできてるので自分がうまくいかない前提でね対,対応していくとうまくいかない望み通りうまくいかない結果になってしまいます潜在意識でうまくいかないと思うことは脳とか意識は うまくいかないことを願っているのと同じ働きをしますので、だから結果的にうまくいかないってこういう仕組みなんですねも。もちろんこの場合ね、はっきり言って可能性としてはあるとは思うよ。だけど、うまくいくかいかないかははっきりとっわかりません。そんなのやってみるとわからへん、こんなの。で、そのどっちかわからないこの瀬戸際に立ってるときに、 どっちをあなたの意識が採用するかで未来って変わっていくってことには気づいた方がいいと思いますね。でまあせっかくねこのまあ彼女いるけどもこの人好きだなとこの人と、まあ、会えたらいいな付き合えたらいいなって思うのであれば、ね、やっぱうまくいくことを希望して働きかけをしていくわけじゃないですかだったら断然ね可能性にかけてみた方がいいわけですよ。ね。 で誰でも自信はないわけだから「無理かも」とかいう気持ちは出るんですよね。出るんだけどそこに集中し続けないことが大事。あ,あなんかうまくいかへんかもしれへんって思ってもでもでもさって現実的には彼女がいるのに誤解も会ってるよねってしかも彼から誘ってくる時もあるよねってっていうことは可能性あるじゃんってだったらやるだけやってみようってそういう感じで、ね。 まあ、無理かも思考が出たらその都度リセットしていくっていう感じ。うん、でその無理かもっていう感情が出てくるのってどんな心理かっていうと先にマイナスのことを考えておいて自分を守ろうという守ろうとする意識が生み出す感情なんですね。だからそれノーマルなんですよ。誰だって怖い目に遭いたくないし傷つきたくないからそういう感情って出ちゃうんですよ。でもそこにずっと留まらないことが大事。<laughs> ごめんななさいなんか席出るわ。でねまあじゃあこれはこのパターンでこれからねどうやったらうまくいくかって話をしていくんですけど彼女がいるのに連絡をしてくる彼会,ってく会いに来る彼は一体何が不足なのか何が不満なのかを突き止めることが大事だと思います。 それには、やっぱりかとにかく彼の状況をよく聞いていく聞いたりとかあのコミュニケーションを取っていくことが大事ですよね。そうそうすするる中から見えてくると思うんですよで。念のために言っときますけれど相手に対してね「彼女の何が不満なの?」とかね あるいはね彼女がいるのに私と会ってるのはなんでとかねそういうね野暮なことを質問するのはやめてくださいね子供じゃないんだからそういう短絡的なコミュニケーションしないようにしてください彼だって立場があるわけですから彼もどっかやっぱりね彼女いるのにねこんな女の人と別の女の人と会って申し訳ないなとかね思ってるわけよその人に対してさそんなさ彼女いるのに私と会ってるのなんでとかさこれさもう 冷てんのと一緒だからそこはもう触れない方がいいですよこのこの段階では。ね。えっ、ー、と、まあ、彼も立場があるからねだから普通はね彼女に対する不満をねペラ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 言いませんよ。これはあの質のいい男性ほど彼女の悪口は言いたがらないんですあったとしても。 だからねよくねなんか平気でね彼女の悪口他の女の人、ペラ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 で、ね、聞きもしないの喋ってくる男の人っていますけど私、個人的には人物的にどうなんて思いますけどね人物バットやと思いますよ。ねで、だからまあそういうふうにねこういろんな角度で質問していく質のいい男性言わないから、自分からは通常はねだからいろんな話をしていく質問質問ですよね、話というよりも。 コミュニケーションを取っていくとポロッと言うようになってくるんですよ。まあコツはこれね <laughs> マニュアルって難しいんですよこれ、あのー。やっぱりねあこの人は自分のことをね本当に知ろうとしてくれてるなとかあ僕のことを本当にこう理解しようとしてくれてるんだなっていうなんかなんていうのかな思いやりとか愛情 みたいなのが伝わったらやっぱり人って心許すのでそういう関係性のお話ができれば、うん、多分普通だったら話さ,話さないことも話すようになっていくと思いますそういったコミュニケーションしてほしいんですよ単楽的に聞くんじゃなくてねうんなんかこれマニュアルでねどうやったじゃあどんな質問をしたらいいんですかとか言って聞いてくる人いそうやなと思うんだけどこれすごいマニュアルにできない話なので うーんまあとにかく相手に興味関心を持って相手の状態相手の状況を知ろうとするっていう意識しかないと思いますね。うんでもここねここ弱い人すごい多いんですよこういうコミュニケーションできない人すごく多いなって感じててこの原因はまずそのコミュニケーションする場数が少ないんじゃないかなっていうこととあとは傷つくことを恐れて人との関係を築いてこなかった方。 に多いです <laughs> なのでまあここはもう実践していくしかないんですけどうーんまあ鑑定依頼してくださったらその時にコミュニケーションが浅かったらその都度言ってますしあここはこう聞いた方がいいよとかここはこう言ったらよかったんじゃないのとかっていう風うに、まあ、ヒントっていうか あのコミュニケーション深いコミュニケーションやる方法とか全然伝えれるので、まあ、ちょっとこれ動画では説明ちょっと難しいですねなのでコミュニケーションに関してはやっぱりね一夜漬けでは難しい分野なのである程度やっぱ定期的に鑑定を受けてもらった方が多分ねいいと思いますけどねはい。で まあこれで、ねまあ、コミュニケーション取ったとしましょう。で彼の,その不足とか不満を感じてる部分が見えてきたとしたらねまあ,あのそこがね要はあなたの付け入る付け入る隙のある箇所ですからな会うたんびにその彼が彼女に対して不満とか不足を感じてる部分をあなたが満たしていく相方をする。そこを一緒になって悪口言ったらダメよ。あなたのレベルが落ちるから。 そうじゃなくてそこを満たしてていくってことねそしたら彼は、まあ、彼女からでは得られないものあなたと会うと得られるわけじゃないですかそうするとこれはなかなかにね捨てがたい相手になってくると思いますよだって不満を感じてたってことはそこが満たされたらやっぱり嬉しいわけじゃないですかそんななんか満たしてくれる人との関係切らないでしょそうなってくると 会う,会う回数だってどんどん増えると思うし回数が増えたらもちろん関係性信頼性も深まりますし、ね、ここまでそこまで来たらもしかしたら本命よりもあなたとの会う回数の合ってる多くなってる可能性が高いですよね。とこういった流れをね取っていけば彼女と別れてあなたと付き合うっていうストーリーが見えてくるわけですよ。ただね 彼女とこれ別れてもない段階で深い関係になっ,たなったらダメですよ。これ言っときますよ。それをするともうあなたに2番手になっちゃうのでね。そこはダラダラしないようにしてください。まあ、この辺の話もいろいろやり方あるので、ああのまあこれ具体的にこれに該当する人はま相談してもらった方がいいと思います。はい、ということでまあ参考になればと思います。本日の話は以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また別の音声動画でお会いしましょう。